ガビーン、もしかして忙しいのかな。デートは暇な日で OK 牧場。 OK 牧場も使うやついないし、ポジティブだねー。ところであずさちゃんは年上の男の人ってどうかな。なるほどね。まあでも勘違いされたくないから年下の方が好きって言うとか。年下の方が好きです。え、そうなんだ。あずさちゃんって変わってるね。女の子って普通は、普通っていうやつ嫌いなんだよ、祭り。年上の方が好きだと思うんだけど、でも僕は年齢より若く見えるって言われるし、若い子の方が話が合うタイプだから問題ナッシング。あー、気持ち悪いねー。はぁ、そうですか。あずさちゃん好きだわ。いいね。もう、ノリが悪いぞ。あずさちゃんは結構シャイなのかな。シャイで済ますのこれ。はあ、そうですか。シャイだったら、はあ、そうですか。返さんだろう。呆れてんだよ、こっちは。おじさんがちゃんとリードしてあげるから緊張しなくて大丈夫だよ。はあ、キモいね。別に緊張とかじゃないよ。そうだ、せっかく仲良くなったから、もう仲良くなったんだ。いつの間に？待って待って、知らないうちに仲良くなったことになってる。あずさちゃんに見せたい写真があるんだけど、見たいかな。全然興味ない。でも写真って大体チンコだよね、こういう時。チンコか自撮り。まつり、わかるんだよ。全然見たくないけど、見とく？え、見たい？見とくか。見たいですって言っとくか。チンコ見とくか。チンコが自撮りだよ、絶対。そうか、そんなに見たいか。仕方ないな。まったく、最近の若い子はスケベだな。けしからん。じゃあ、あずさちゃんには特別におじさんのを見せてあげよう。絶対チンコやん。ほら、チンコや！うわー！イメージ画像でお送りしてます。でも、チンコ見せる人って何？自信あんの？いやー！嘘でしょ？こいつ自分のチンコの写真送ってきやがった！ほんとありえないんだけど！いやでもね、もうあずさちゃんピュアなんだね。朝から何通も見せてきてんだよ！無理、キモいキモい！ブロックしよう、ブロック。ブロックしました。はぁ、あ、はぁ、あ、散々な目にあった。せっかくの日曜日に、なんでこんな目に遭わなきゃいけないんだ。ついてないわ。これ、アンチなんじゃないの、おじさん。あ、なになに？写真いっぱい送られてきてる。あ、全部チンコ見せれる女だと思われた？おーチンコマイスターじゃん。ワクワクチンチンチンです。ワクワクワクチンチンチンですね、あさっては。はい、3回目です。なのでワクワクワクチンチンチンですね。